ちは、泉ひなです。そしてこちらはさらちゃんとるなちゃんです。今日はコラボ動画ということで、はい、私は、まあ、最近ね、本当に2人にも全然会ってなかったから。本当だよ、そう、あれ以来、あれ以来、あの、伊豆ね、伊豆以来。そう、だからマジで2人の近況も知らんから、普通にちょっと恋バナとか雑談とか、まあ、最近もしなんか嫌なことあったら嫌なこと愚痴とか喋、りながらやっていきたいと思います。ということで、レッツゴー。どうですか、最近皆さん。最近恋してる、恋してる。最近は恋はしてるよね。うん、してますか。相変わらずですが、うん、ルナはね、もう彼氏いるもん。うん、そう、確かにルナも公表してるもんね。そうそうそう。え、サラも彼氏がいるってこと？彼氏かスキピかはちょっとまだ言わないでおきます。あ、言わないでおきます、はい、でもスキピがいる。だけど、まあ、どちらにせよ好きな人はいる。うん、そう。え、でもその話も全然聞いてなかった、うん、確かに、年上。へー、相変わらず年上です。そう、さっきね、ルナのチャンネルではカフェで会ったっていうのを話して。そうそうそう、出会いのきっかけがね、カフェで会った。すごくない？いつ7月。7月、夏か。それも彼氏と別れましたの、ほんと1週間後、2週間後ぐらい。え、だ、伊豆の後でしょ。伊豆の後、伊豆の後、全然。伊豆の時は前の好きな人となんかちょっともう、みたいな感じの話してたから、うんうんうん、そうそうそう。そこからもう何もないのかと思ってたら、いや、それがだから7月の下旬ぐらいに起こって、その出来事が。早くね。でもルナもこの前知ったんだけど。あ、そうだった。いや、なんか会ってなかったから。会ってなかったし、なんか LINE で話す内容じゃないなって思ったのもそうだし、ね、なんか説明がむずいじゃん、文章にすると、うんうん、きっかけがどうたらとか、そんなガーって長く書かれてもさ、何言ってんだし。だから会った時に説明しようって話そうって思ったのと、あとはそもそもルナに話す前にサラの車が六本木に走ってんのに運転してんのがサラじゃなかったって言われて、それで、あ、それスキピですって言って、うん、そう、私の車使ってるのがスキピですって。サラは乗ってなかったの？その車だった。なのにルナは、え、サラの車だと思って、サラがいると思ったのだから、うんうん、ナンバーみたいな、うん、確かに、ね、だからこう覗き込んだら全然男だったとか。やばっ。そう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 。え、てかそんな会ってなかったんだ、ルナとサラ。ルナが、それこそルナが彼氏できて、なんか全然友達とかとは飲み行くみたいなのがなくなったから、なんかさ、カップル同士とかでルナとかカズホが会ったりはしてるけど、うん、あ、そうだよね。なんか多分彼氏がさ、こっちいるってなった時さ、なんか彼氏ほっとくのもかわいそうじゃん。確かにね、東京来てるとなったら、うん、ほとんどこっちいるでしょ。そう、うん、そう、だからなんか誘うのもあれかなとか思って、なんか変な遠慮。そういうこと。でもなんか前飲んでた時にフラッとなんか合流して、で、まあ、彼にも会ったけど、その時久しぶりに会ってからの今日かな、うん、だよね、うん、そういうことね。全然会ったことないんだ、そんなに、うん、そう、ない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 、話は聞いてたから、うん、いつも話聞いてますよとか言って、はい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 、なんか、あ、どうも、うん、めっちゃ優しそうな人だった。あ、マジマジ優しい。てかマジ、いいやつとか言うのもあれなんだけど、いいやつだった。へえー、いいやつ。そうそうそう。ヒラも勝手になんか動画送られてきて、あのカラオケしてる動画だけ送って。ああ、はいはいはい、もともと得意です。そう、歌うまかった。なんかさ、それこそ付き合う前とかの方が、ルナが、いや、こういう出会いがあって、いや、めっちゃ顔がタイプだしとかって話聞いて、で、なんか、え、でもさ、これってさ、いつ付き合うとかなんだろうみたいな話とか相談聞いてたから、そこぐらいまでは頻繁に会ってたけど、いざ付き合いましたってなってから結構距離で期間が空いたから、うん、そう、え、しっかり告白してくれたんだもん、うん、え、なんて言われたのか、うん、なんだっけ、付き合ってほしいみたいな。てかさ、付き合ってほしいってよくない？うん、てかね、この年齢になると逆にちゃんと告白してくる男ってあんまいないから。いない。なんかもう付き合ってるもんじゃないのとか、そういうこと付き合ってると思ったんだけど、ね、そうそうそう。え、だからなんか言われた時、うわ、ちゃんとしてる人だ、うん、確かに。そうだね、でもちゃんとしてくれる人がいい。確かに確かに。え、記念日いつ覚えてる？うん、いつ、7月5日。あ、いいね、はい、え、ひなよ、記念日、ひな、3月29。あ、3、2、9。そう、この前1年半だったんだから。おめえ、ひなさん、1年付き合ったことなかった？人生でこの年で、初めて。すごい。え、なんかそれこそさ、サラのさ、スキピはさ、うん、仮に今もこの関係が付き合ってるとかだったら、うん、なんかまあ彼氏みたいな存在ではあるんだけど、うん、でも付き合ってるのか付き合ってるのか分かんないなみたいな、うん、ダラダラみたいな、うんうん、でもじゃあ付き合った日いつになのってなった時に、うん、いつってなるから。確かに確かに。そう、そこはさ、ちゃんとはっきりしてくれって話だよ。確かに、聞いてみたら。聞こうか。え、私ら付き合ってるんだよね。うん、え、でも一回、うん、彼女として言わせてもらうけどみたいな、うん、だから俺が彼氏として、うんうん、あなたに彼女として言わせてもらうけどみたいな会話の中でなんかあって、うん、だから、あ、付き合ってるんだ、へーとか言って、
なんか結構私ドライな感じで、あそうな結構ツンツン系だから、それになんかちゃんとサラちゃんサラちゃんってやってくれるから、うん、まだなんか、うん、いい感じのバランス、想像できない、サラのツンツン、そうくっそ適当、どっちかというとデレデレ派じゃん、そうなの、だけどなんかめっちゃ好きだしデレデレしたいけど、なんか彼がめっちゃシャイボーイだから、その彼に私がデレデレするのもなんかちょっとみたいな、珍しい、マジ珍しいタイプ、近いでしょ、若くね、さらにさらにしては若いでしょ、思ったよ、さらにしては若い、ひなさん、ワンチャン50とか45とかどうしようかなとか思った、マジで、あ、50だよだから、もしワンチャンおっさんだったらマジで絶対カットしてやる、いや、全然若め、若め、あ、若いね、若い、だからこそさ、なんか年もそんな近い、うん、何離れてないから、なんかマジ結婚とかしたいなと思うよ、確かにね、あー、まあ、近い方が、ね、見えちゃう、現実的には適齢期だし、そう、結婚、てかマジで結婚とか覚悟やっぱ決まんないわ、この年になっても結婚、でもさ、なんか自分が決まんないだけでさ、いざじゃあさ、はっきりプロポーズされたらさ、もうさ、断る理由ないじゃん、別に、だってその付き合ってるわけだから、まあね、そしたらもう流れに身を任せて結婚みたいになるけど、なんかやっぱさ、結婚しますかって言って結婚するような話でもないじゃん、うんうん、もちろん、そうだね、だ結婚しようってプロポーズされるわけだからさ、うん、男のタイミングだよ、結果、確かにね、うん、それはそう、キキキキの名言で。誰がキキキリの悪いよって違う誰だよ、キキキリはすげえ女優でしょ、ガジもう亡くなったけどね、あ、なるほど、多分顔見たら分かる、キキキリの名言で結婚って別れてしかできないみたいな、はい、考えちゃうとね、そう、物事の分別突き出すと結婚ってできなくなるから、やっぱ若い時の勢いが大事だし、あそう、まあ確かに大事、生きるは大事、でもルナも普通に言ってる、今の彼氏と絶対結婚したいから、うん、いいと思う、そうだからもう絶対結婚したい、うん、別に全員の元彼と会ったわけじゃないけど、話聞いてるだけだけど今の彼氏が一番いいと思う、うん、顔ないの彼氏サラのスキピの顔ないの、顔ない、写真なんで、写真マジ撮ってない、なんでサラが、ガチで写真1枚もない、どういうこと、サラのことは めっちゃ撮ってるからあるけど、ガチない、通称 LINE のアイコンとかこう写真じゃない、ない、絶対嘘だって、ブスなんでしょだけブスだから見たくないんだろ、ブスだよって言って見せるけど、ガチでない、今度撮って見せるわ、見せるです、ガチで、でも見たでしょ、運転してる、いや見えなかったか、いやなんか、だ誰が強いよね、誰ってなって、あの、なんかそんな近くまでなんか行こうとしてたけどみたいな、顔ないんだよ、そこに撮るわ、ガチでない、なんか2人でいると携帯マジ触るの、ずっと喋ってる、何それ、そう、仲良し、結構一緒にいるの、週に、まあ、1回の時もあるし会わない時もあるけど、私がさ結構海外とか行ったりするから、なんか会えない時もあるけど、週に 1,2 回とかは、なんか忙しかったら必ずうちに会いに来る、そのうちに来て一瞬だけ顔見て帰ったりとか、何それ可愛い、そう、いいね、いいね、なんか趣味っていうか好きなものが似てるのよ、うん、車好きだし、だからね、だから私の車とかも洗車を出しに行ってあげるとかやつで、うん、っていう、こう多分名目で会いたいだけだと思う、可愛い、そう、会えない日とかあると、じゃあそろそろ洗車の時期じゃないとか言って、うん、でそうするとさ、車取りに来るってことは、うちに来て鍵を受け取んなきゃいけないじゃん、そしたら会えるじゃん、洗車係なの、洗車係、私の洗車係、優しいかよ、そう、優しいね、いいね、ガソリンも全部入れてくるし、優しい、ひなは結婚とかそういう話になる、いや、マジなんない、なんないよ、ってかね、もうそんな別にもともと結婚願望ないし、ひなも別にないから、うん、っていう話をもう付き合う前からしてたから、うんうん、そうそう、なるほど、全然ないです、全然ない、同棲、でもちょっと同棲はしたいの、うんうん、あそうかそうか、だってもったいないじゃん、ひななんか、うん、もう、まあ、最近結構自分家いること多くなったけど、一時期マジで彼氏んちいたからさ、おはくびしてるのよ、興味なさすぎ家でもさ、同棲するって言う、なんか同棲するかもみたいな感じじゃなかった、家一つにまとめるかもみたいな、あ、なんか11月ってちょっと、そう、でもやっぱ更新した、親が反対、なんだ、まあでも帰れる場所はあった方がいいよ、そうそう、あとなんか彼氏、ひながあれ彼氏に住んだら余計甘えるじゃん、親にね、まあ自分の待って、この年になっても怒られるの、そう、全然怒られる、でも
怒られない怒られないよ。ひなだけ。ひなってさ、ちょっとさ、おっちょこちょいな部分もあるじゃん。そう。さらとかあるなって分かんない。長女だからか分かんないけど、意外としっかりしてる。いや、待って、長女な。長女だ。めちゃくちゃ長女な。めちゃ怒られるから。長女だったわ、ひなも。妹結婚したし。妹結婚したし。もう妹が長女のようなもんだから。確かに。マジで、なんかさ、周りみんな長女じゃん。あゆみちゃんもそうだし、あゆみちゃんにもよる。ひなってマジで、その中で末っ子気質だよね。家族の中でも末っ子みたいな。そう、末っ子みんなにもよく怒られたり、面倒見てもらったりしたから。確かに、だってうちら3人でいても、ひなが一番年上なんだけど、ひなが一番年下っぽい感じある。そう、ある。ひなも、ひなさ、もともとあんまり年下ってつるまなくて、多分みんなと会う前はね。どっちかというと、先輩にと一緒にいることが多かったから、あんまり先輩気取りできないよね。先輩顔できない。まあなんか仲良くなったら別に先輩後輩とか関係ないね。じゃあたまにずっと後輩ムーブかましてくる年下の子とかいると緊張するもん。あ、逆にこっちがちゃんとしないよ。どうしたらいいんだろうひなってなる。やめてほしい。確かに確かに。ひなは末っ子が。でもひなさえ今彼氏と別れたら、もし別れたら恋愛リアリティで出てみたいね。え、出てほしい。彼氏とは別れてほしくないけどガチ出てほしい。そう、めっちゃおもろくない？え、楽しそう。その赤面症のひなのテレビ面白い。めっちゃ面白そうじゃない？でもめっちゃアピールするからね、多分。見たい。そうなの？知らないよ。好きなんですよ。めっちゃアピールは絶対言うから。ウケる。ちょっともうやばい、好きなんですよ。めっちゃタイプ、めっちゃタイプ。かっこいい。めっちゃタイプ。てか、だから誰か周りに出てほしいの。できなさい。さあ、一回だけネットフリックスのなんかにの、まだ出ますかのオーディション段階で出たいですか、海外の恋愛リアリティ、はいはいはい、去年そのオファーが来たんだけど、いやなんかその時彼氏いたから、それでなんかやらせみたいな感じで出るのが良くないし、いや大丈夫ですって断ったけど、なんか自分が恋愛リアリティ知ってたら相当かき乱す自信ある。え、出て欲しかった。ガチで出たい。ルナ誰にも何にも言えないと思う。マジ？意外とルナ美女担当で、美女担当絶対いるじゃん。一人は可愛いみたいな、ね、そう、もうあんまそんなジアちゃんみたいな。そうそうそう。でもさ、なんかツイッターでそれこそ回ってきたけど、恋愛リアリティでさ、なんか男が一番言われたくないなんか一言言われてるみたいな。なんかめっちゃカッコつけてなんかこうこれはみたいな感じで語ってるの。その女の子がなんか、いやなんか気持ち嬉しいんだけどみたいな。私はなんかナルシストな。男の子は やっぱちょっと苦手ねみたいな。でもね、ナルシな男やだ。てか、ね、自分のこと好きなのはいいんだけど、ナルシな素振り見せてほしくない。昔元彼でいて、なんかこうちょっとしたなんか鏡っぽくなってる柱とか、あ、はいはい、ちっちゃい鏡とかで絶対こう髪の毛を買い物してて、なんかガラス張りになってると絶対自分の見る見るっていう元彼がいて、2週間で振ったことある。無理だった。いや、いるよね、そういうこと。いや、でも絶対出たらおもろいよね。肌から見た自分もちょっとこう客観的で、絶対出たくない。でもさ、マジ叩かれるの覚悟じゃん、まあ、当たり前だけどな、絶対叩かれないなんてありえないからさ、叩かれるの覚悟でってなってさ、全国配信ってなるとちょっと緊張するかも。しかもさ、普通に生きてるだけでもさ、自分がいいなって思える男の子あんま出会えないのにさ、そんの一回の恋愛リアリティで本当に好きな子に出会えると思う。いや、それな。まあね、まあね。だからさ、恋愛リアリティ出ましたね、女子高生でも何でも大人でもそうだけど、妥協しなきゃいけない。なんかさ、結婚しましたってマジごく一部じゃん、限られた何組、ね、数組しかいないじゃん。だからやっぱでもそういう出会いの場のきっかけにもなるんだろうけど、でも確かに成立しても番組終わったら、いや、やっぱりみたいな。確かにね、あの番組があったからこそ盛り上がったみたいな。わかる。あ、特殊な環境だから、環境が。なんかそう、恋愛しなきゃっていう気持ちになるよね。そうそうそう。えひな、今、ガール・オブ・ア・レディを落ち着いてるんだよ。いや、めっちゃおもろいよ。さとみなちゃん出てる。そうそうそう。え、みなみちゃんめっちゃ可愛かった。みなみ頑張れとか言ってたし。え、なんかね、こう、ガールとレディで対決するの。はいはい、でも、あれ見てて思ったけど、やっぱ。ガールと、あ、女の子と女性みたいな。そう。ガールはガールでキャッキャッして。え、ガールは年の制限はあるの？多分だけど、最年長25で、多分一番若いの20くらいだったかな。で、レディは30から35くらい。いや、違う、まだガールと。すっげえね。ヒナはどっちにもいけない今。確かにそう。って感じだったんだけど、やっぱレディ強い。なんか、もう大人だし、色気。言葉の言い回しとか。そうそうそう。なんか、成長、なんか、今ヒナがもし出れないけど、出るとしたら、多分気持ち的にはガールなの。
肉球柔らかすぎだろ。めちゃくちゃ歩いてない。でもさ、ブーさ、肉球硬くなった。え、こう目もっとプニプニだよ。うん、こいつ動かないから硬くなった。私さっき思ったの。めちゃ可愛い、ね、でもムニムニだよ。可愛い、まんまる。なんかここに鼻筋が入って、あと眉毛。はい、まあそんな感じで、まあ、だいぶ結構お話が広がりましたあちこち飛びすぎなのよ、うん、そろそろ終わりにしたいと思います、はい、ということで皆さん、あのサラはあのルナと動画撮ってて、ルナは3人で質問コーナーしてます、うん、はい、見てください、見てください。ということでバイバーイ。バイバーイ。サムネ撮る、サムネ、ね、でもサムネ絶対切り取った方が面白そう、この距離感だったら。じゃあこういう感じにしとくか、最後こうしとこう、うん、ねえマジやめてこいつ何これ、マジとかね、とかね、だからさもういい、あ絶対ある絶対ある、ね